ったら、えーみちゃんって言ってね。いくわよ。いっせーので、えーみちゃん。じゃあちょっとした自己紹介を自分でしてもらいます。じゃあみんな聞いてね。はい、キャラのキャラの、皆さんこんばんは、マジカルエミちゃんですの。関西で地下アイドルとして活動しています。まあローカルタレントを志してるんですが、なかなか慣れないでいます。まあエプロンズとのフィーチャリングで今回お招きいただいてありがたいなのは、そしてちょっと安定の将棋トークから入りたいと思います。まあ、将棋界のシャイニールミラス、佐藤康光九段、モテミツさんは、順位戦 A 級の開幕戦で今日、JFK 久保田、久保利明九段に、勝ちまして、白星発進ですの。また平成10年以来の名人福井が見たいなのは。やばいな。エミちゃん2段だからね、将棋。シャイニングミラスはこのキャラで、この黄色の髪したキャラクターで、九条光って言います。それで光対策なのは将棋久しいっていうことで、佐藤康光でのあだ名にしました。ミクシーの方では、佐藤康光コミュニティの方で、管理人をしています。そしてそこからは私のファンコミュニティ、マジカルエミちゃん FC ミクシー支部へのリンクも貼っています。今日お客さんとしてお越しのロフティさんや、演者のデンジャラスさん、他も参加していますので、よかったらこの機会に参加していただけるとありがたいなのは。そしてもう一つリンク載ってるのは、私の友達で、関西のローカルタレントのさくらゆきちゃんのコミュニティです。ちなみにさくらゆきちゃんはこのコミュニティで副管理人をしています。まあ朝日奈美クロちゃんのようなロリ巨乳のあのね、おねやの子になりたいのは。そしてロリ巨乳ボンキューボンなローカルタレントアイドルは現実にしたいですの。まあ永遠の17歳のお嬢様ですの。そしてそろそろ曲の方に移りたいと思います。皆さんは知ってるかな、イモキントリオのハイスクールララバイ。まあ恋をした時ってでも片思いに終わってしまって 100% スキスキベイビーって叫んでました。あれが毎週月曜日に駅のスタンドで買ってる将棋新聞です。週刊将棋です。将棋じゃあお願いいたします。
ではグッドルッキングガイに参加していただいてシースルーを持ってもらうわよ。ではメンズたち、お二人カモン、ヒデヒデと永田くんご協力願いますわ。こうご期待してるかしてないかわかんないけど、今肩の服を外したわ。そして見えないからもうちょっとこう言ってちょうだい。解説をするわ。お、左腕を外した。ポカーンとあまり興味ないかもしれないけど、キャーとか言ってあげて。おっと水着が出てきたわ。本当だったらここでおっぱいをポロリンなんてしたいけど、今は厳しいから捕まっちゃうわ。しかも生めかしく、本当はピラピラなんかしてポーンって投げてほしいんだけど、エミちゃんそれをピラピラして投げるのよ。やらしくね。はい、ピラピラピラリン。おっとエミちゃんウエストがキュッと引き締まった。ウエストがあらわになってるわ。その靴下も脱ぐのよ。水着に靴下はダメよ。そしてそのなんちゃってクロックスも脱ぐのよ。お、エロい体が出てきたわ。ビキニ姿のエミちゃんがなんと準備 OK よ。皆さん一斉のドンでこれが落ちた時には写真タイムよ。いくわ、みんなでカウントよ。 3,2,1,go ね。いくわ、せーの、シャッターチャンス。10 9 8 7 6 5 4 3。はい、終わり。今日はオンタイムでいくわ。まだやってるの。エミちゃんはこの水着の姿のままで会場でこの後あとエプロンズ2曲見てもらうので、その辺でどんどん撮ってあげて喜ぶので。じゃあエミちゃん、まな板の上のマグロみたいなポーズはもういいのよ。ではみんな温かい握手、マジカルエミちゃんでした。じゃあエミちゃん、その辺で水着姿のまま見てちょうだい。じゃあエミちゃん強烈ね。彼女は17歳なのよ。80年代大好きな17歳よ。じゃあこの後も最後までじゃん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 飲んでバカ騒ぎして盛り上がって